見える開花面のが。 こんにちは。一般社団法人会花 GB の村松大輔です。本日もですね、公式 LINE ご登録者の方からご質問いただきました。この自己啓発に関してですね、いろんなセミナー、まあ会課も含めいろんなセミナーがありますけれども、で、そのセミナー、お夫婦との関係においてですね、えー、旦那さんはこちらに行きたいというと、奥さんがそれ高すぎじゃないの、怪しくないの、ということをね、えー、意見いただきますと。で、そのところで自分自身がどういうふうにこう考えていけばいいかというところですね。えー、で、ご自身がどういうふうにどこに向き合えばいいか。 いいのかなととといいいうところも併せせてて伝えさせていただければと思いますでは、画面の共有に入ります。自己啓発へのお金高すぎじゃないというところですね。これは本当に私自身もね、このいろいろかつてもあったんですけども、えー、ご登録者 K さんからのご質問です。前回まあ、YouTube でですね、質問取り上げていただきありがとうございます。以前ならば、このような流れに乗るべく、すぐ通電セミナーに申し込むのですが、妻に反対され断念しました。今までは、 独断でお金を使っていたのですが、妻は私の自己啓発や企業に向けたセミナー参加にお金の使いすぎ、一種の洗脳されているのと同じと否定的なため、開花を説明,説明するのも難しいと考えております。で、えー、YouTube を見せるのも妻はそもそも YouTube をあまり見るのが好きではないのと、そのようなバイアスがかかっているので紹介していません。つまり、 もう勝手にセミナーなどにお金を使わないと約束をした手前、合意できたらと思うんですが、もう黙ってお金貯めて参加するしかないかと考えています。こんな質問をすること自体、私が本気で参加しようとしていないのでしょうか。同じような相談の答えがあれば教えていただければと思います。ということで、ここはですね、非常にこう重要なことでですね、この多くの方が、多くの方がセミナーの中に答えがあると思っちゃうんですね。 セミナーの中に答えが、いろんな自己啓発、まあ、開花も含めいろんな自己啓発セミナーの中に答えがあると思ってしまうんですが答えっていうのは目の前のお人に答えがあるので開花セミナーの中には答えはないんです で開花セミナーでひたすらひたすらひたすら伝えているのは私たちのミクロの層目の前の人のミクロの層にすべてがありますよっていうことだけをひたすら伝えてその奥に全フィールドとつながり,がつながり合う側があるのでそのつながり側を感じていただいてで、あ、ここがあるんだそれって自分の中にもあって目の前の家族の中にもあるんだ。 で、気づいて家庭生活が落ち着いてくるとすると、こう、現象がうまくいくということですので、開花セミナーの中にある、で今目の前のね、えー、妻にこう反対されてるけれども、妻は黙っていこうという考えのままだと、まあ、常に来ていただければと、その響きを感じてくださいまして、あ、やっぱり中だったんだら内側だったんだなっていうふうに気づいてくださるんですが、で、なので、あの、ひとまずのご提案としたら、 本とか YouTube を通してですね、この、あ、自分の内側だったんだなという感覚で、えー、例えば、道行くね、道端のお花をじーっとこう、眺めていただくとか、大自然の中に入っていただいて、で自然の中の響きを,か響きを感,じ感じていただくで、その響きが自分の奥さんの中にもある、自分自身の中にもある、で心臓を動かしてくれる周波数、 えー、自然の中のこのね、大自然の躍動感の周波数がそもそも全部にあるんだということを感じていただければ奥さんとの関係がスッとこううまくいって、で、そこが整った時にですね、えー、例えば奥さんのママ友とかでね、お友達からなんかこの YouTube 面白いよみたいに大,大ちゃんのね、えー、YouTube を紹介いただくとか、奥さんが本屋さんにいた時にすごくこう、 目立つ本があって、そこを見てみたら、えー、開花みたいな感じの風に、自然と旦那さん側から行くんではなくって、奥さんが周りから伝え聞いたり、えー、していく方向から、こう入ってくるということがありますので、えー、旦那さんの方からね、自分自身の方からこうし、こうしろ、こうしろと、圭さんの方から、こうした方がいいと、えー、妻にこう説得すると、 お,お相手がこう整っていないので、<laughs> そうではなく、とにかく、今朝の中で、この外に求める、開花セミナーの中に求めるというものだと、この本質ではないので、開花セミナーに来ていただいても、そこに全部目の前にあるんだということを感じていただくのが、2D、えー、セミナーになっておりますので、ぜひ、このね、今朝の中で、自分自身の中で響いて、響いていただければと思います。 本当にこう、ありがたいことにですね、通でセミナーに来てくださる方が、帰りしな、えー、ずーっとこう、まあ、皆さんとの居心地が良くって、えー、なかなかお帰りに、ねえー、ならずに、こう、ずっとこう、たたつんでくださって、非常にこう、ありがたい、ありがたく感じております。で、その中でですね、いろんな方々がお話しいただくのに、この海外行ってね、200万、300万のコセミナー行きますとか、オーストラリア行きましたとか、えー、いろいろなセミナーにね、ハワイのセミナーに行きましたとかっていう、いろんなところ巡り巡る方が、 えー、多くの方がおっしゃってくださるのが、えー、自己啓発セミナーは開花で終わりっていうふうにもう開花で私は終わりっていうふうにこういろんな方々がこうおっしゃってくださるんですねこれは非常にこうありがたいことで外にあるんじゃなくて全部ここミクロここ全てに 目の前のことにあるということをね、えー、感じていっていただければと思います。それを、会花のトレーナーさんたちが 2D セミナーの会場の中で、えー、そのあり方をですね、この、もうそこで1年5年っていうふうにやってくださっているトレーナーさんたちですので、その目の前の瞬間瞬間に込めるというところの、えー、とこが一番大事なので、セミナーの中にあるわけでも、村松の中に答えがあるわけでもなくて、 ご自身のミクロの中にあって、目の前の奥さんの中に答えがありますので、えー、そのところをですね、えー、あ、ここだったんだなって気づいて、計算が整った時に、スルッとこう、ご縁がね、えー、結ばれていくかと思います。なので、無理にね、えー、強制的に行かなきゃっていうふうにしてしまうと、あの、関係がずれてしまいますので、ご自身のミクロにありますよというふうに感じていっていただければと思います。 関連動画ですね。こちらにつけさせていただきます。えー、よ,かよかったら、えー、チャンネル登録はこちらです。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。